まずあともう一点別件でですね、万博の関係で本日理事会が開かれるというふうに思います。で今回ですね、そのメタンガスの対策費用については予備費を使わずに2220億円の枠内に収めるというお考えが示されている中で、この対価数についてもこれ新たな負担が出てきてですね、まあ、予備費の捻出の可能性が出てきているというふうにも認識しております。で今後ですね、このその会場建設費を2度目に増額してから、また新たな追加負担と会場建設費の負担というのが出てきている中で、今後その2350億円の枠内を超えずにまずそのことができるのかと、今後新たなその不確定要素というのが出てくるのか出てこないのか、その点の見通し考えについて伺いますでしょうか。まず2350億円の枠内で収めるということで今進めています。また X タイプについて、 X タイプとして使われなかった部分についての費用、追加の費用についてもですね、まずはやはりこの2220億円の枠内、これはさまざまな入札先であったり、さまざまなコスト削減だったりということであり得る話ですから、まずはそこで支出ができないかということが検討されることになると思います。まあ、その上で確かに新たな項目でもありますので、そこからが難しいということになれば、予備費の支出を検討するということになります。で予備費については事前に使う場合は大阪府市に事前に協議ということが定められていますから、もしこの X タイプの追加の費用も2220億円のある程度は枠も見てますので、その中で支出が難しい、あれ予備費で一部使う必要があるということであれば、事前に大阪府市に対しての協議をお願いするということになると思います。まだ今の段階で予備の支出が決まったというものではないです。ただ項目としては可能性は当然新たな項目ですからあり得るというふうに思っています。でその今後についても、そのタイプ X のように追加で会場建設費を支出しないといけないような、そうした項目というのは今後も出てくるのか、それとも出ないと断言できるのか、その点についてはどのようにお考えですか。今後の費用で、そもそも想定しているものでないものが出た時のことを考えて の予備というのを130億円準備をしていますので、まあ、もちろんそういうのが出てくれば、今これが出るというのはないわけですけれども、それは出てくる可能性はあると思いますから、出てくるのがあれば予備から対応するということになると思います。